こんにちは、ジョニーです。今日は GoPro Hero 7 Black を縦向きにした状態で動画撮影をしてみたいと思います。縦向きにするとインスタグラムのストーリーとかに合わせた動画撮影が可能になるので、それを目的に、インスタにも上げたいと思っているので、今日一日、何個か撮影して試してみたいと思います。もし時間があったら G9 の写真についてもデブレ補正機能がどこまでいけてるのかっていうのをちょっと確認したいと思っているので、主に今ここあのヘビスガーデンプレイスのイルミネーションとかっていうのも利用して、写真撮影にトライしてみたいと思います。それでは。GoPro Hero 7 Black の縦型の動画、あとはその G9 の写真いかがでしたでしょうか。やっぱり GoPro Hero 7はその水平撮るのがちょっとやや難しいんですけど、それ以外は本当に
その動画の性能に関してもかなりやっぱり綺麗でかなり満足度高かったと思います。で G9 の手ブレ補正機能は本当にびっくりするぐらい性能が高くて、シャッタースピード2分の1 3分の1でも手持ちの状態で三脚を使わずに撮影が可能なぐらい本体、まあ、実際にこれレンズの補正機能も同時に効いてるんですけど、ほとんどブレることなく撮影することができました。ちょっとまた次回以降、今度は G9 を中心にいろんな設定を変更しながら写真撮影してみたいので、引き続きご視聴よろしくお願いします。ありがとうございました。